さあ、行ってみましょうか。ちょっと入り口だけ。結構強かった気するんだよな。勝てっかな？ちょっといきなり本気で行きましょうか。こいつ厄介だった気がするんだよな、このハトみたいな。ハトじゃねえやつ。セッション。こいつ先にやっとく？雑魚敵でさえこの3800とか4000とかあるから、間違ってきた。強くなんだよな、こっからな。ガード一気攻撃、 MP 回復してなかったか。じゃあ攻撃ガード、はい、強いですね。結構ジリップかかったし、ラスト。はい、お、いいですね。クリティカルで4000、強いよな本当に。いきなり強くなるよ、こっからレベル違いすぎるもんな、今までと。あ、間違った、シンプルで。で、いくつ？ 2000 か。こうちゃんを押して、ちょっとガード、リッキー攻撃で、レベラーデューサー使って攻撃していくか。こういうやつがうちゃうちゃ出てくるからな、普通にタップするとしてな。やべ、じいちゃんが。せっかくさっき回復したのに、もう死にかけになってる。お、いいね。こっち、アイテム取れなかった。お、やった！ C の場所、おー、来た！やったぞ、2個目。これ、どうしよう。じいちゃんかな？これでちょっとは、良くなんじゃねえかな。で、多分、向こうも、別のところからも宝箱に通じた道あるでしょ。確か。ちょっと、敵に当たんないように。よし。ないか、どっか。あー、そこは行っちゃまずい気がするな。こっちとかなかった。あ！これ、これ違う？あ、危ない危ない危ない。当たりそうだった。あ！これじゃ、これ、これ違う？よし、来た。おー、リミットレスネオ。リミットレスネオ。リミットレスの強化版か。4% 回復。やった。ありがたい。じゃあ、ちょっと。もう帰るわ。さすがに、もうここにいちゃ、まずい気がしてきた。ですね。レベル上げしてたんですけど。ちょっと今更なんですけどね。スキル。これさ、葵ちゃん、あれだよね。ちょっととさ、中くらいのスキルさ、これ2個しかないのにさ、急に4つ目の技、応援団をひらめきましたって出てたじゃん。やっぱりなんか、動画の途中でなんか俺、一回言った気がするんですけど、ちょっと中ぐらい乗ってきたらなんかすげえ特大ロードがあってもいいんじゃねえのみたいな話したと思うんだけど、まあ、もしかしたらカットされてるかもしれないんですけど、ちょっとね、ネットで調べてみましたよ。そしたらちょっと俺取り逃してたみたいで、やっぱこれで、うん、はい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 。アホすぎる。イベントの後に A ちゃんに話しかけないと技ひらめかなかったみたいですね。はい。というわけで、これで、結構、まともになったんじゃない？技的にも。ちゃんと4つあるって感じで。あれ？どれが出た？エーシス、これか。エーシス。第一問、エイちゃんの性別は何でしょう？自分のことお姉さんって言ってたな、メスだ。正解。
ダイヤモン、A ちゃんの種類は何でしょう。何これ、白い猫。全然わからん。アメリカンショートヘアじゃないの。アメショーってなんかグレーなイメージあるけど。いや、雑誌じゃないだろう。ブブー。シンガプーラ。シンガポール。ブブー。最後のやつもあれ、ブブーのカウントに入るんだ。シンガプーラって初めて聞いたな。しかも全然猫の、ね、種類わかんないから、あれなんですけど。じゃあまたレベル上げに戻るか。とりあえず今まで貯めてきた弾を使ってるか使ってみますか。攻めをちょっと今コウスケがね一人だけ突出しすぎてるんで、ちょっと他の3人にちょっと使っていくかなと思います。7個あるから素早さ上げるやつね。これも、他の3人に使っていくか。葵ちゃんがズバ抜けて早すぎるから。ちょっとステータス一応見とこうか。葵ちゃんの素早さが、211。他の3人は、コウスケ82の、じいちゃん120の、157。まなみちゃんが157。というわけで、他の3人に使ってみましょうか。はい。OK。で、レベルの上がり具合が、コウスケが2レベル上がって、葵ちゃんが、22のままか。なんか結構上がり幅が、みんななんか、なんだろうね。コウスケと葵ちゃん抜いたり抜かされたりしてたし、よくわかんないね、これ。葵ちゃん変わりなしか。で、じいちゃんが、19レベル？あれ ?20 レベルか。20から23に上がったのか。で、まなみちゃんが1レベル上がったぐらいか。で、まあみんな20レベルちょっとになったというわけですね。はい。ほいほい。じゃあそんなもんかね。とりあえず、これでやっていこう。うん。よし。はいはい。というわけで、戻ってきたんですけど、結局まあ、スキルソウルは、コウスケが、コンボプラス、新速の絶影、で、ダブルチャージ、オートチャージ、デュオ。というわけで、葵ちゃんが、変わりないか、葵ちゃんは。葵ちゃん前回と一緒。で、じいちゃん。コンボプラスをつけて、まあ、あとは変わりないか。トリプルチャージ、力への渇望、ダブルチャージ。で、マナミンが、変わりなしか。こんな感じ。で、まあ、そうだね。コウスケの仕事が一つ増えたね。スピードを上げるっていう全体の。これで、まあ、いければいいんだけどね。行きましょう。来たな、不在のアドア。お前にもう留守番は任せないぞ。物理も買ったから、とりあえずこのターン、スピード上げ、ガード。この一ターンで、整えちゃうか、戦闘体制。予防をとりあえず置いとくか。どうしようかな。予防ガードかな。一応しとこう、予防。で、力への発動ガード。あ、ダメだ。じいちゃんは、あ、でも、TP 足りねえ。紙使えねえや。しょうがない。もう一旦待って。ディフェンスアップからの、滅却で。いやー、勝ちたい。今回こそ勝ちたい。マジで勝ちたい。これ4回目ぐらいかな、もう。3回目ぐらいかな。わかんない。いやー、3回目か。2回負けたんだよね、確かに。勝ちたいね。レベルも上げてきたし。さあ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 、どん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 、ステータス上げていき。そして、これで結構変わると思うんだよね、前回と。戦闘の感じというか。そしたら、物理無効がまだかかってるんで、アタック、攻撃上がってきたな。ここもかかってる。ちょっとね、一回フレアゴーストかけてみよう。相手の状態異常、ちょっと S 級のやつと戦ってる時に状態異常の結構重要さっていうか、なんかね、やっぱすげえ強いんだなって改めてね思ったんで、フレアゴーストかけて17、20、19のことか。ネガスト打ってもしょっぱいから、
ガードかな、じゃあガードで、葵ちゃんが陽動、ちょっと待ってね、集中攻撃さすがに取られちゃうと、あと生徒の絶影の効果もちょっと見ておきたい、どっちが先に動けるかとかね、ちょっと様子見ガードして、で、じいちゃん、神谷からの、とりあえずガード、あ、攻撃でいいか、ガードでしょ、この次の次のターンで攻撃始められたらいいかな。で、滅却、ちょっと滅却だな、はい、TP 上げとこう、全員はいはい、で、ゴーストが出てくる、いいね、来たんで、めっちゃ上がるね、18で、プラスダブルコンボとか、オートチャージとかつけてる、おー、めっちゃ減ったはい、で、しかも結構相手よりさっき先手取れたわ、新速の全然いいね、オッケーオッケー、これは結構でかいけども、まなみちゃんに攻撃が集まったことに結構半分以上削られたな、あれがいけてないね、じゃあ、おっ、物理もこう解けてるから歓迎が効いたから攻撃しとこう、で、葵ちゃんどうしようかな、陽動かけちゃうか、かけてガードかな、じいちゃんゴッドファーザーはまだ使えない、しょうがない、レッドアイにしとくかな、コウスケかまなみちゃんあたりが TP100 が溜まったら、あ、先にまなみちゃんが100溜まるか、自分で騎士回線の祈りかけてもらいましょうか、ガードで、まなみちゃんが、まなみちゃんが滅却ガードかな、2600はもうさすがに危ないからガードする、 OK で滅却して、はい、大丈夫か、いいね、で攻撃力上げてキーの停止ドイツ予防戦か、予防戦で、レッドアイ、やっぱこいつ毎ターン異常防止結構かけてくるな、ティアゴーストやっぱいたちごっこかな、厄介厄介、 OK 3万2000いいね、後半がきついんだよな、あいつが怒涛のラッシュをかけてくるときが一番きつい、ここまではね前も行けたからな、2万ぐらいまで言うよ、相手言うよね、 OK、 とっておきの覚えてきたからな、これ使ってみる一回、どうしよう、今までなんで覚えてなかったんだっていう話なんだけどね、あとは時の使ってみましょうか、ちょっと安全策でいきましょうか、2600マジ怖い、879、あーまあ微妙だな、全体攻撃とかなら結構強いかもしれないけど、まあ、いやー、いやでも葵ちゃんに全部来たけど結構耐えたな、いいね、さすが守り神、我らが守り神、いいよ久保さん、あーこれかやばい、大丈夫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 、はい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 、うぅー、いてーちいちゃんが、で、耐えろ耐えろ耐えろ、悪いな、危ねー、あーガードしといてよかったな、マジガードなかったら多分死んでたわ、目覚ましたけど2200、あと1ターンで勝てるぞ、アタックと素早さはちゃんと分かってるけどディフェンスが避けられたんです、攻撃、攻撃。んで、葵ちゃん。葵ちゃんどうしよう。混乱かけた方がいいんかな。攻める？ガード。起死回生を、葵ちゃんにかけて。ガードで、あ、MP がゼロなのか、ディフェンスアップ使いたかったけど、デューサーからのガードかな、あ、頼む終わってくれこのターンで、頼む頼む、強気のコナンいいよ、で MP 回復、大丈夫かな、行くぜ、行け
回制で、お茶会をさせて、オッケー、オッケー、オッケー、いいよ。いいぞ、いいぞ、いいぞ、悪いじゃない。おっしゃー強かったなー、なかなか。いや、こんな苦戦するとは思わなかったよ。今はまだ何も来ない。いつか起こるのか。はい。で、スキルソウルじゃない。装備ソウルか。あー、はい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 。これのパターンね。さっきもらったやつのパターンね。今度は攻撃力が上がるんだね。250。でかいですね。まあ、先ほど同様、今はいいかな。いや、強えよ、マジで。超強えよ。はい。で、こっちもまたボスか？やっと先に進めるね。あ、ボスだ。ちょ、回復するわ。ちょっと待ってね。よし、回復してきた。リミットレス使って。セーブもバッチリしてきたんで、まあ、とりあえず大丈夫かな。はい。じゃあやっていきましょう。右上のところかな。右上の部屋のボス、来ました。不毛のジェラス。MP 奪いかよ、今度は。いきなりゼロかよ。マジか。初期のターンで俺がやりたいことをすべて、やらせてくれない感じにしてきたな。ジェラス。24000。猶予はでもそんな高くないね。さっきのゴリゴリ武闘派のやつとは、不在の、もう敵の名前忘れちゃったけど。不在の人より、猶予はだいぶ少ないね。こいつはあれかな。マジシャンタイプなんだ。マジシャンっていうか、魔法使いタイプ。ガードかな。ちょっと様子見よう。攻撃ガード。で、次のターンでレベルデューサー使うか。攻撃ガード。どんな攻撃してくんだろう。あー、やっぱりそうだね。ネチネチした戦い方するの。なるほどね。ゴリゴリの、もう、基礎能力高いやつじゃない感じだな。それならまだ勝てる見込みがある。予防とかつけてる。普通にね。ディフェンス上がってきてるね。そしたら、どうしよう。MP ないかな。あー、これ、スキル封印されてるな。で、まあ、どうしよう。ガードかな。で、じいちゃん。あー、二人ともかかっちゃってる。そしたら、リベルデューサー、一回かけて、ガードかな。いや、攻撃しとこう。あー、こいつならラスタディアとかつけてくればよかったな。まあまあ、ゲームオーバーになったら、攻撃しとこよう。まあ、多分、勝てると思う。500スキル封印。うん。この状態を早く出したいな。スキル封印とか。予防したいな。はい。13? 全然食らってないよ。よく、なんか、あいつ硬いな。ディフェンスアップのせい、めっちゃ通んないんだよ、攻撃。攻撃。で、予防かけて。新規って。新規ってだね。で、じいちゃん。まだ使えないか。ガードしてくれ。で、ディフェンスアップと、滅却。OK、スキル封印。悪魔だね。デーモンだね。ああ、MP バってくるやつね。初期のターンでやった全部奪ってくるやつとは違って、また今回もちょびっとずつ奪ってきたな。いろいろレベルの段階があるから、それならまだ楽になると。毎回あんな一気に奪うってさすがにきついなと。それなら大丈夫な感じ。硬いね。硬いですね。まだ1。あー、減らないな、意外と。硬いのは結構厄介だ。状態異常は予
望したのを目指したから。そしたら、じゃ応援団ガードにしようか。で、じいちゃん、ボールキャップと、ゴッドファーザー、ちょっとか。硬いからな。ディフェンス下げたい。めっちゃ。で、デューサー使いたいけど、指足りない。熱血使いのガードでいいかな。さっきのやつが強すぎたなぁ。あんま一旦でもバリバリ減らしてくる。半分以上減らしてくるやつ。初めてだったから。あれはちょっと強かった。それの作戦が悪かったのかもしれないですけど。一瞬目あんな苦戦したっけなぁ。あんま覚えてねえんだよな。ゴッドファーザー行け。いいよ。オッケーオッケーオッケー。やっぱ防御力上げてたから硬かったな。あぁあぁ。オッケーオッケーオッケー。なにこれ読めないよ。なんだあの難しい中国人かこいつは。いけ。あれだね、今頃気づいたんだけどさ、攻撃2ターンできるじゃないですか。みんなその1ターンやった後に敵がまた攻撃してくることがあるんだね。でその後にまた自分の攻撃みたいな。全然知らなかったわ。どういう概念でなってるんだろうな。その素早さの概念とか知りたいわ。絶対使えねえや。そしたら、まあ、絶対使わなくても大丈夫かね、相手なら。じゃあ普通に攻めていけばいいか。ドンドン。ディフェンスまた上げてきたかな、あいつ。ちょっと食らわなくなってるね。ああ、上がってる上がってる。でも残り5900だから。よいしょ。まあそんな焦んないで、普通にやれば大丈夫かな。こっちも一応予防かけとくか。MP 吸い取られる前に、一応かけといた方がいいかな。で、ガード。で、ゴッドファーザー、レッドアイ、どっちがいいかな。まあ、普通にゴッドファーザーでいいか。セオリー通り、強いコン使っていくか。で、滅却。滅却2回使っとくか。ディフェンスアップ切れるか。一応かけとく。滅却とディフェンスアップ。このターンのか。はい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 。じゃあディフェンスアップして。じゃあす。オッケーオッケー。大丈夫そうだな。ディフェンス下げの。ドンドンドン。攻撃して。あと1ターンぐらいで、1、2ターンぐらいで終わったな。お、猶予奪ってきたね。越境の下の技の感じできたね。MP じゃなくて。ドン、ドン。あ、どうしちゃった強化水月。手に入りましたね。強化水月と聞いて、めっちゃ強そうなスキルを連想するのは俺だけだろうか。名前がもう。まあそうだよね。相手の五感を奪うとか、そんな能力じゃないよな、さすがにな。じゃあまた回復して次のやついくか。